雰囲気違いますね。違いますでしょ。大人の世界の方ね、片手いっぱいにしますけど。すごいわ。あ、すいませんね、なんか後ろはね、パンティーとかこんな、すいませんね。すいません、これ一応セット。あ、ごめんなさい。すいません。あ、じゃあまあね、有名な大口さんですけど。すいません、ありがとうございます。もう。3日じゃ赤じゃないですか。ありがとうございます。あ、どうもありがとうございます。しっかりしゃべって、働けよ。何ですかね。これも、お前にプレゼントだよ。 はい、私買ってくれよ。すごいですね、大口さん。はい、大口さんでございまして。どうしましょうか。まずですね、こんなところに来ていただいちゃって大変失礼なんですけど、彼女たちはですね、このセットを見てどういうふうに思ってるかちょっと、もう、もう、この状況、何をやってると。 これ選んでもらえないですよね。ああ、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 ああ
ションというかすごいいっぱいいらっしゃいますね。あのニックネームとですね。はい。それからはい。あとですね。担当ねパートの方たちっていうのは、はい、ギターボーカルのアラン・メリル。うわー。アラン。アランさん。キーボードのシュネン。また急に暗くなりましたね、ちょっと。はい、ギターのロビン。おロビンはかっこいい。で、ベースのダニー。ダニーで、バッキングコーラスやってるね。ジャニーク。グッドモーニング。ロビン。で、シェル。イエーイ。はいはいはい。で、アドリアーナ。うわございますね。今までね、僕ら大体2人だったからよかったね、はい、やっててね、こんなに綺麗な形で会えてね、とりあえずですね、あの、お話ご、ご自身、大口です。大口さんでございますね。この辺もね、お話ですね、ちょっと待ってください。はい、もうちょっと後でちょっと聞きますんでね、ちょっとですね、あのこのコーナー、ビデオというのがありましてですね、怒るかな、これ。このビデオちょっと見ていただいた後にですね、怒らないでくださいね。僕さ、子供の遊びなんですから。ね、あのちょっと、おすすめビデオというものがありまして、ね、このビデオ、とりあえずどうぞ、はい、いや、怒っちゃやよ、ね、どうぞこっち。うわぁハッピーハッピーハッピー俺を信じろ、一じゃない、インチキ。いや、すいませんね、いや、このザッキー池田というのはですね、先生、我々の世界でも恥さらしと言われてるんで、すいません。すいません、怒ってません、大丈夫ですか。怒ってません。いや、こういうビデオがあってですね。釜石さんも出てるし。あ、よかった。虫言われてよかった、お金よかった。釜石さんというのは、あの、昔からお知り合いですよね。あの、お金さえもらっちゃえば何でもやる人なんですか。それはどうでしょう。こんなことはないですか。はいはい。そういうね、はい、でもあのライブがあるということでございましてですね、はい、あのそちらの方ですね、こういうとあれしたいんですけども、これでございます。え、明日あるんですか、これは。明日っていうかもう今日ですね。あ、もう明けて今日ですね。これはですね、12月の7日金曜日、もう今日です。はい。19時30分から、そして2回目がですね、21時30分から。はい、場所。新鋭アポロシアター、審査会アポロシアター、というわけになっておりますんでですね、電話番号がですね 261-5308、こちらの方にですねお問い合わせしていきたいと思います。チャージが2500円でございますんでね、まあ、今あのビデオが出てきましたけども、はい、ね、こうなんか結構な、人数的に多いバンドみたいですけど、どういう、音楽になってるでしょうか。どういう音楽ってこういう音楽、結構あの管楽器なんか使ってますよね。そうですね、11人で、はい、メンバーで、大人数ですけどね。かっこいいです。かっこいい。このライブの見どころと言いますと
お客様にこうアピールしたいという。いやもうね、はい、楽しんでもらえればいいなと。もういらっしゃれば俺たち自身も楽しんでる。もうライブにいらっしゃれば皆様と一緒に楽しめることは間違いないと思います。まあそう思います。はい。みんなあれですかね。あ、これは缶が3本入ってるんですよね。いいですね、これ。で、今後は年末から年始の予定なんてのは終わりでしょうか。ね、明日、今日か、今日やって、はい、あと東京で10日の日にまたインクスティックっていう場所で ありますね、はい、やって、今回はそれだけです。これでもあれですよね、大木さんいろいろ海外というかイギリスとか、アフリカとかもなんかいろいろ行ってらっしゃるんですね。そうですね。でこれはあれなんですね、リハーサルの模様の VTR で。そうです、そうです。これはもうレコーディングといいますか CD 化分かってるんですか。いやまだです、これからです。あ、これ、うん、あもう曲は出来上がって。いや曲はもうだいぶ上がって。いつぐらいに発売になるんでしょう。ね、今のところまだキーとしてあれは立ててないんですけども、はい、まあ来年のそうですね、まあ、夏というか夏ぐらいには。こういうのが、こういうのが分かると結構大人よ。聞きたいんですけど、なかなか、ね、いつまでも浅香兄ちゃんの前じゃないよ。ごめんなさい、私もね、はい、静香ちゃんの前じゃない、いつまでもね。さあ、そういうわけでございましてですね、こちらの方にライブを出させてですね、はい、どうも今日はね、ありがとうございました。今日は、マスクさんにまたお願いしますんで、お待ちください。